神陰流は、上泉信綱により1560年代に成立した剣術の流派。神泉信綱は、神陰流とも、神陰流とも書いている。年流、香取新神道流、影流の三つをはじめとする諸流派を参考とし、その中でも、特に影流を発展させたものとして、神陰流と名付けられた。神泉信綱は、神下流を伝授するために、 全国各地をめぐっており、多数の弟子がいた。引田経験、神谷と、宗治、奥山光栄、丸目、長重の四天皇を筆頭に、新陰流を継承した、野牛宗都市、他に、松田清江、野中成常、駒川国吉などが有名。また、陰影とも交流があった。野牛宗都市が伝えた、新陰流は一般には、野牛新陰流と呼ばれることが多い。 しかし、これはあくまでも、俗称で、正式な流儀名は、新陰流である。上泉の仏名からの流儀名、新陰流病法をそのまま伝えている。後に、徳川将軍家御流儀となった、江戸流星では、野牛宗則が、関ヶ原合戦前に、土佐長祖壁士官士のために、阿波に派遣した、木村豪衛門城吉国によって伝えられたものが、現存しており、 野牛新影流と称し、現在でも明治38年に設立された久竹勘道場で、剣術、防術や武道神事と共に、当時のまま伝承されている。またその動きは、空手四大流派である、和道流から手道に取り入れられている。引田経験の弟子の山田不月祭の流派、または引田経験が伝えた新影流の続称、引田経験自身や、 その時期弟子のほとんどは、流儀名を、新陰流のまま伝えていた。熊本藩では明治まで、引田経験系の新陰流が、新陰流と呼ばれ、野牛家系の新陰流は、野牛流と呼ばれていた。また、引田経験系統の新陰流は、岡山藩や鳥取藩では、新陰流、水戸藩では、新陰流、岩国藩ではアイス新陰流、柳川藩では、 引きた文語老流などと名乗っていた。創術流派として、経験の弟子、著体織助が創始した、新影引きた流がある。丸目長主家が、新影流に工夫を加え開いた流派。丸目長主家は、将軍、足利義輝の前での演武で秀での内立ちを務め、a 六0年に、秀でより、上泉伊勢守の仏名の名で因果状を受けている。神谷と 宗児の系統の新加瀬流。奥山光への系統の新加瀬流。奥山流とも呼ばれるが、光獣は新加瀬流を学ぶ前から一流派を立ち上げていた、教本家であるため、奥山流は必ずしも新加瀬流を含めてはいない。弟子の小笠原長春の新新加瀬流を経て、神谷直光の北心流、高橋重春の北心正統流、山田光則の 自家新化下流、針谷石雲の無重心権流、運航流などの多くの流派が派生した。松田清江の系統の新化下流。駒川国義が新化下流に工夫を加え開いた流派。新化下流には多くの分派があるが、例として一部の系譜を以下に示す。ありがとうございます。